スチュアートマナー駅とは、ニューヨーク州、ガーデンシティにある、ロングアイランド鉄道の5つの駅のうちの1つである。この駅は、スチュアートアベニューのすぐ南、ニューハイドパークロードの西にある。駅名に反して、この駅は、スチュアートマナー村の区域内にはない。その村落はわずか数ブロック西に離れたところにある。駅には広大で許可証を有していれば利用できる、駐車場がある。当初、 この駅は1873年6月にハイドパークとして建設され、ロングアイランドセントラル鉄道、または村落の創設者のアレクサンダー・ターニー・スチュアートが村を横断する交通機関を提供するために構想した通勤鉄道であるスチュアートセントラル鉄道の駅の一つとして使用された。その駅は1976年10月に閉鎖されたが、 エライダブリハーによって1878年6月にハイドパークセントラル駅として再開されたものの結局1879年4月30日に廃止されたその駅はスチュアートマナー駅として1909年にもう一度再開しフットサブウェイニューハイドパークロードの踏切門比フローラルパークとガーデンシティの間の手動閉塞信号機を操作する SW 信号国書のような特徴を含んでいた。フットサブウェイへの入り口は、ある時点で改築され、一般的な駅は2006年に改築された。待合室や、駅舎の東側に利用可能な券売機がある。この駅は、高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効庁は重量である。1番線に隣接する北側のプラットホームは、通常が、西行き、または、 ニューヨーク市行き列車が使用する。2番線に隣接する南側のプラットフォームは通常、東行きまたはヘンプステッド行き列車が使用する。ヘンプステッド支線はこの場所では2線である。ウィキメディアコモンズにはスチュアートマナー駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。